平野翔の帽子がまさかの高級ブランド。9万円超えのクロームハーツにファン騒然。平野翔、ガン太、ー神宮寺優ーの新幹線私服姿が話題。三人の帽子のブランドと値段が明らかに。先日、仙台から東京へ向かう新幹線の中で、アイドルグループ、ナンバーアンダーラインアイのメンバーである平野翔さん、岸優ーさん、そして神宮寺優ーさんの三人が偶然ファンに発見されるという。 ファンの間で大きな話題となる出来事がありました。この偶然の出会いは瞬く間に SNS で拡散され、多くのファンが熱狂し、驚きと感動を共有しました。3人が私服でリラックスした様子で新幹線に乗っている姿は、普段のステージ上での華やかな姿とは対照的であり、彼らの素顔に触れる貴重な瞬間だったのです。この出来事が特に注目を集めたのは、彼らがカジュアルな私服でありながらも、 スタイリッシュで魅力的な姿を見せていたことです。3人ともそれぞれ個性的な帽子をかぶっており、それぞれのスタイルがファンの目を引きました。特に平野翔さんがかぶっていた帽子は、ファッションブランド、クロームハーツの、クロームハーツキングタコトラッカーハットブラックホワイトというもので、非常に高価でスタイリッシュなアイテムです。この帽子の価格は、日本円に換算するとおよそ9万1千円になります。この高級帽子は、 平野ささんの洗練されたセンンスををを反映しししてててており、り彼がファッションに対して強いいいここだわりを持っていることを示しています。クロームハーツは世界中で人気を誇る高級ブランドであり特にセレブリティやファッション愛好家の間で非常に高く評価されていますこの帽子の特徴的なデザインは925シルバーのクロスボールがあしらわれておりブランドロゴのリボンが内側に装飾されているなど細部にわたって贅沢な作りが施されています この帽子は、まさにファッションアイコンとしての平野さんにふさわしいアイテムです。一方、岸優太さんがかぶっていたのは、韓国ブランド、MLB のベースボールキャップです。岸さんが選んだこのキャップは、シンプルながらも洗練されたデザインで、普段のカジュアルなスタイルにぴったりのアイテムでした。MLB のキャップは、ストリートファッションの定番として人気が高く、特に若者の間で流行しています。 このキャップの価格は、日本円にするとおよそ5000円程度です。岸さんの選択は、平野さんの高級志向とは対照的に、より親しみやすく、実用的なファッションセンスを示しています。このようなコントラストは、ファンにとって非常に興味深いものであり、それぞれのメンバーがどのように自分のスタイルを表現しているかを感じさせる瞬間でした。神宮寺勇太さんがかぶっていた帽子は、シンプルながらもメッセージ性の強い。 ボーン・ルーザーズ・キャップというアイテムでした。これは日本のタトゥー・スタジオ、ヤマダーがデザインしたもので、ネイビーのカジュアルなキャップに、ボーン・ルーザーズと白い文字が刺繍されています。この帽子の価格は1万5990円で、手頃な価格ながらも個性的なデザインが魅力です。ボーン・ルーザーズというフレーズには一見するとネガティブな意味が含まれていますが、その日はむしろ、ファンにとって神宮寺さんが、 勝者としして映ったた特別な瞬間でした彼のパフォーマンスとカリスマ性が、このシンプルなキャップをも象徴的なものに変えてしまうような存在感を持っていたのです。この3人が新幹線に乗っている姿が目撃されたのは、ちょうどナンバーアンダーライン愛の全国ツアー中の一環であり、その疲れを癒すようにリラックスした姿が印象的でした。彼らがステージ上で見せるプロフェッショナルな姿と、 プライベートな時間に見せる自然体な姿のギャップは、ファンにとって特別な魅力を放っています。また、彼らが選んだそれぞれの帽子も、単なるファッションアイテム以上に、彼らの個性やスタイルを象徴するものであり、ファンにとってはその選択にも意味があると感じられるでしょう。アイドルやセレブリティが普段何を身につけているのかは、多くのファンにとって非常に興味深いトピックです。 それは彼らのパーソナルスタイルを垣間見ることができ、またそのスタイルがどのように形作られているのかを理解するための手がかりでもあります。平野さんが選ぶような高級ブランドアイテムは、その華やかで洗練されたイメージを強調する一方で、岸さんや神宮寺さんのようなカジュアルで実用的なアイテムは、彼らの身近で親しみやすい一面を感じさせます。このようなスタイルの違いが、彼らそれぞれの魅力をさらに引き立て、 ファンにとっては新たな発見となるのです。さらに興味深いのは、これらの帽子がファンにとって単なる憧れの対象にとどまらないという点です。例えば、平野さんのクロムハーツの帽子は、非常に高価で手が届かないと感じるかもしれませんが、その背景には彼がどのようにしてそのブランドに共感し、選び取ったのかというストーリーがあります。彼のファッションセンスは、多くの若者にとって、目指すべきスタイルとして映り、 彼が身につけるもの一つ一つが、ファンにとっても大きなインスピレーションとなっています。同時に、岸さんや神宮寺さんが選んだ比較的手頃な価格帯のアイテムは、ファンにとって、自分でも真似できるファッションアイテムとして人気を集めることでしょう。このように、アイドルの私服は、ファンとの距離感を縮める重要な要素となりえます。それは単に見た目の問題だけでなく、彼らがどのような価値観を持ち、 どのように自分自身を表現しているのかをかいまる機会でもあります。平野さん、岸さん、神宮寺さんが新幹線で見せたスタイルは、ファンにとっては彼らの普段の姿を感じられる貴重な瞬間であり、彼らの魅力をさらに深く理解するための鍵となったのです。また、今回の出来事は、アイドルとファンとの新たな接点を生み出す可能性を示しています。SNS が普及した現代では、 偶然の出会いや目撃情報が瞬く間に拡散され、瞬時に多くの人々と共有される時代です。これにより、アイドルはこれまで以上にファンとの距離が縮まり、より身近な存在として感じられるようになっています。しかし、このような状況は、プライバシーの問題や過剰なファンの接近など、新たな課題も生み出しています。アイドル自身も、ファンとの関わり方について慎重に考えざるを得ない時代となっているのです。 アイドルがファッションを通じて自己表現を行う一方で、ファンがそれに共感し、応援することで、双方の関係はさらに強固なものとなっていきます。今回の新幹線での偶然の出会いは、まさにその一例であり、ファッションを通じて彼らがどのように自己を表現し、ファンに影響を与えているかを象徴しています。そして、平野さんの高級感ある帽子、岸さんの親しみやすいベースボールキャップ、 神宮寺さんの個性的なボーン・ルーザーズ・キャップは、それぞれが彼らのスタイルを反映し、ファンにさらなるインスピレーションを与える重要な役割を果たしています。それぞれの帽子は単なるファッションアイテムにとどまらず、彼らの個性やメッセージ性を示す象徴的なアイテムでもありました。ファンにとっては、ただの偶然の出会い以上の意味を持つ瞬間だったのです。ファッションの選択がどれだけファンの心に響くかは、 今回のエピソードで明らかになりました。アイドルたちが何を身につけ、どのブランドを好むのかは、ファンが彼らを理解し、つながりを感じる一つの方法です。平野さんが選んだクロームハーツの帽子は、高級感と特別感を演出し、彼のスタイリッシュでクールなイメージをさらに際立たせています。これに対して、岸さんの MLB キャップはより実用的で親しみやすい選択であり、 ストリートファッションに敏感な若者たちにとって共感を呼ぶスタイルです。そして神宮寺さんのボーン・ルーザーズ・キャップは、反骨精神や個性を示すユニークな選択であり、彼のアーティスティックな一面を感じさせます。このように、それぞれのアイドルが選んだアイテムは、彼らのファッションに対する姿勢や個性を反映しており、ファンにとっては大きな影響を与える存在です。ファッションが自己表現の手段として機能する一方で、 それをを取り巻くブランンドやアイテムのの価値も、ファンの興味を引き続けます。例えば、クロムハーツはその高価格帯とともに、品質や職人技が評価されるブランドであり、ファッションを通じて特別感を提供しています。岸さんが選んだ MLB は、世界中で親しまれているベースボールキャップを通して、カジュアルでスポーティーなイメージをファンに伝えています。そして神宮寺さんのボーン・ルーザーズ・キャップは、 スタイルに対する自由なアプローチと、独自のメッセージ性を感じさせるアイテムです。ここで注目すべき点は、ファッションが持つ、物語性です。アイドルが選ぶ一つ一つのアイテムには、彼らのストーリーや価値観が反映されており、それを知ることは、ファンにとって彼らをさらに深く理解する手段となります。平野さんがクロームハーツを選んだ背景には、彼のファッションに対する情熱や、 彼自身がが感じるるブランドの魅力が存在しているはずです岸さんが MLB を選んだ理由も、おそらくはそのシンプルで使いやすいデザインが、彼のライフスタイルにマッチしているからでしょう。神宮寺さんが、ボーン・ルーザーズというキャップを選んだのも、彼の持つ反骨精神や、独自の美学を反映しているのかもしれません。